ハリルに代表されている時どんな気持ちでしたか？本当にワールドカップ出れないかもと焦りましたか？またハリルのメンバー選出はいろいろ疑問が多かったと思いますが、選手たちはどう思ってたんでしょうか？どんな気持ちでしたかって、まあそれは悔しい気持ちですよね。まあ焦ってたかどうかのは、どうやったら挽回できるかっていうのを考えてるぐらいでしょうかね。同じような感じなんじゃないかなと思います。